こんにちは、グラス工房タップの福田勝志です。10分水墨画、今回の画題は南国感をね、感じるこの植物です。ソテツです。ソテツいろんなところで植わってますよね。バスターミナルとか駅のね、前のロータリーなんかにもね植わってますよね。南国感漂うので、私ね勘違いしてまして、これ沖縄の植物かと思っていましたら、実は昔からね、日本の本州にあるらしいですね。織田信長もね、このソテツの、植え替えでね、何か逸話があったというのをね、ウィキペディアでねちょっと見ましたけどもね。はい、ソテツ、見た目はねちょっと大きめのシダっていう感じですけれども、幹の部分が葉をね切った断面みたいなのがパイナップルみたいになってますよね。あの辺ちょっと工夫してね、描いてみたいと思います。材料のご説明です。筆は中筆1本、小筆1本、面相筆1本。紙は画仙紙、梅という製品です。F55 サイズですので、幅が35センチの縦27センチ。今回絵の具は使いません。静木を濃く吸って濃墨状態にしておきます。その他の材料のご説明は割愛させていただきます。お時間になるときに20番の動画をご覧ください。描き始めに中墨を作ります。小皿に筆で水を入れ、同じ筆で濃墨を取ってちょんとね混ぜて薄めておきます。これが中墨です。最初に中筆で幹描きますね。水できれいに洗ってポンと一回水を取り、中墨半分つけ先端に濃墨、この筆のね穂の幅いっぱい使ってグググッと力強くね、太い、そしてあんまり長くない幹をね、一本書き、すぐ隣にもう一本小さめに書きます。今回3本書きますので、うち2本は近づけてください。少し離して3本目。3本のね、株書くとき、それぞれにね、個性を持たせてください。ね、高さの違い、太さの違い、濃さの違いですね。そして幹の中に今、中筆につけたね、濃墨でちょん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 と模様を描いてます。はい、左上にね、ご参考まで写真が載ってますね。こうやって幹の途中っていうのはですね、それまで生えていた葉がどん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 切られてってですね、その切った断面が見えてるんですね。はい、上の方は特に切りたてっていう感じですよね。割と最近切った葉っぱの断面が見えているので、しっかりとした鱗状のものが出てます。それを今表現してます。あまりね説明的に書かないでですね、味わい深くちょん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 とねリズミカルに点描していってください。ちょっとこのね短い株、左側かすれてしまったんで、スッとね少しね提灯書きで補足しておきますね。はい、一番右もね、頂上の部分だけしっかりちょっと薄めの墨で、葉の断面、切った断面を描いてます。はい、小筆に持ち替えて葉っぱいきましょう。一回水で洗って先端に濃墨つけて、傭兵ですね、葉の中心の筋、これをたくさん、放射状に出してやります。ソテツのね葉っぱは頂上部分からしか出てませんので、頂上から、シャトルのように出してやります。そして、中筆で一回水で洗ったら水気をね、布巾で取って先をこうやって割らせてやります、ね、水分ちょっと取ってやって割らせて、でその先端に中墨ちょんとつけてですね、葉っぱ描きますが、細かい葉がですね鳥の羽毛ね、フェザーのように生えてます。こういうのね羽状覆葉って言うんですけれども、この細かい葉をですねこの筆の割れを利用して上手に描いてあります。この細かいね照葉をですね一本一本丁寧に描くのは大変ですので、このようにね筆を割らせて扇状に広げてね描くと早いです。はい、
だんだん薄くなってきますよね。だんだん墨の部分が、紙に吸収されて薄くなっていく。それでも書き続けてください。そうすると最初に書いた濃い葉と後から書いた薄い葉にね、コントラストができて面白いです。筆がまとまってきたらまた手で広げてやって、そして、書いてやります。鳥の羽毛に似てますので、この最初に書いた棒状のね、傭兵の両側に、この葉っぱがついてます。両側につけてください。一つ目が終わったら二つ目の株に移ります。この葉の出方もですね、株ごとに少し変えてくださいね。個性を出す。この葉の濃さなんですけれども、ひとまとまりの羽はですね、あまり濃さを変えないでください。一つ一つの塊は同じ濃さ、隣に移るときに薄めにするとかですね。はい、3株目ちょっと右側にね、葉っぱをしだれさせて変化を持たせます。全部ね同じように剥がれてると面白くありませんので、このようにね、葉が少し下に向いてたりね、逆に上にね突出したり、そういうふうにして株ごとの個性を出してください。あらまし書き終わりましたら、また葉をね適宜増やして、特に中心部分、頂上の中心部分はかなり鬱蒼としてますのでね、追加してください。葉を追加することによって、株ごとのね個性を決めていきます。この辺もね少し濃くして、そして幹の部分の修正ですね。あまりつるんとした木ではありませんね。よく見るとゴツゴツしてますので、それをですね、先ほどのパサパサになった筆、扇状の筆で同じようにね、この細かい凹凸つけてやります。さあ仕上げ段階ですね。少し左側が葉っぱが寂しいので、足してやります。一番、左側の葉、横向いてますのでね、この小葉、細かい葉は上だけ見えているようにします。必ずしもね、両側に見えているわけではありません。署名して落款しまして、蘇鉄の完成です。ワンポイントアドバイスです。3株並べるときはうち2株は近づけ、3株それぞれに個性を持たせましょう。蘇鉄のね水墨が出来上がりました。まあ、葉っぱのところね、こう筆をこうパサパサにしてね、サッ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 と歯ブラシで描くみたいにね、描いてみましたけども、まあいろんなテクニックを使って、時にリアルに時にね、デフォルメして描くのが水墨画の面白さかなと思います。幹の部分ね、もう少し細かくこの葉っぱをね、葉の茎を切った断面みたいなのが並んでるのね、描いてみようかなと思いましたが、まあちょっとにじんでね、細かくは描けませんでした。まあ水墨画ですから、にじみもね味わいのうちだと思います。ぜひお試しください。この動画が面白かったよ、役に立ったよと思われた方は、いいねのクリックお願いいたします。チャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴くださいまして、ありがとうございました。